日本ベトナム外交樹立50周年そして ASEAN 日本友好協力50周年この年に私には夢があります。この年こそ我々が住むアジア太平洋をぜひ対立ではなく平和と共存の地域にしましょう。そしてベトナムの皆さん、ASEAN の皆さんは自分たちの文化を大切にし、そしてそれぞれの人の立場を尊重するとても頼りがいのある人たちです。我々が協力すれば世界を平和にできます。この年また我々には課題もあります。我々の国は確かに高齢少子化の問題です。しかしもう皆さん見てください。今の人たち若々しくダイナミックでかついろんな企業を持っていらっしゃいます。三田先生おっしゃって今さまざまな知識があります。ご覧になったものです。彼らの力も必要です。またもう少し高齢化に陥っている ASEAN の国もあります。20% off です。また桜、我々は今まで楽しみました。もしこのまま気候変動続きますと、100年後に桜は東京でなくなってしまうかもしれません。これは日本だけで解決できる問題ではないかと、みんなが力を合わせてやっていくのが肝要です。ASEANの人々は、我々の知見を強くしています。日本ベトナムの50周年のテーマは手と手を携え未来へそして世界へ。日本 ASEAN